文語には先市場、JR 大分市ティ第二駐車場アミプラザ大分は、大分県大分市金目町の大分駅にある複合商業施設である。2015年4月16日に開業した。なお、本校では、JR 九州ホテルブラッサム大分等を含む、JR 大分市ティに関しても記述する。アミプラザ大分は、 府内中央口側の大分駅駅ビルの1階の4階部分、高架下の文後には先市場及び上野の森口側の JR 大分市ィ第2、駐車場にある商業施設の総称である。ただし、大分駅、ビルエリアのみを指して、アミプラザ大分と呼んでいる報道もある。文後には先市場及び JR 大分市ィ第2、駐車場は2012年3月17日に、 すでに開業している。大分駅、ビルエリアを含む全面開業は当初は2015年3月を予定していたが2015年1月に建築用資材や人手不足により開業が1ヶ月ほど遅れる見通しであることが明らかになり4月16日に開業した。駅ビルは地上21階地下1階建てでアミュプラザ大分の他に8階には シティ屋上広場が展開、8階の一部から18階には、JR 九州ホテルブラッサム大板が、19階から21階には、シティスパ天空が入居している。これらを含めた駅ビルと、文後には先市場、JR 大分シティ第2駐車場、JR 大分シティ第3駐車場、JR 大分シティ第4駐車場とを合わせた、施設全体は、JR 大分シティと呼ばれる。 JR を置いたシティ全体の規模は、JR 九州の商業施設として、JR 博多シティ、JR 熊本シティ、アミプラザ鹿児島に次ぐ。出店店舗ここでは、出店店舗の一部を掲載する。1階、ファッション、雑貨、フードカフェ2階、ファッション、雑貨、カフェ3階、ファッション、雑貨、フードコート4階、レストランシネマ、書籍、ファッションアミューズメント。 ありがとうございます。